はい、どうも、みへろじさんです。おはようございます。はい。まあ、昨日夜のね、の配信と、まあ、動画投稿、まあ、および、ショートムービー撮らなかったんですけれども、昨日はね、リスナーさんと、まあ、言うたら、半日以上ですね、プチオフ会ということでご一緒させていただいておりました。楽しい時間をありがとうございます。はい。で、もう結局7時間ぐらいなんかずっとベラベラ喋ったり、あっち行ったこっち行ったりしてたんですけども、まあ大阪の街ね、楽しんでいただけたら、まあ、幸いかなと思っておりますし、まあ、次、7月のね、ひつまぶしのオフ会、来てくれはるので、まあ、その時までって言っても、もう、まあ、あとちょうど1ヶ月後ぐらいですけども、お会いできるのを楽しみにしておりますし、ライブ配信でもね、よく来られてる方なので、またよろしくお願いします、というところでございます。はい。まあ、自分がいろいろ案内した感じのところ、で楽しんでもらえたかなというところが、まあ僕の、まあ懸念点というか、どうだったかなっていうのは、まあちょっと反省も踏まえてですね、またなんかいろいろ考えていく所存でございます。はい。で、まあ、僕自身、7月、8月、9月と一応、オフ会みたいなのやっておりますけども、まあ、それ以外にも個別で、なんかいろいろお会いしたいであるとか、そういうのは、基本的に、予定さえあれば、受け付けておりますので、よろしくお願いいたします。まあ、気持ち多めに出していただくとか、なんかその辺のところ気遣っていただけたら、おじさんは大歓迎でございます。はい。そうですね。まあ、それはまあ、オフで会いましょうっていう方は、まあ、こんな言っても、手前味噌ですけども、おじさんに会いたいということや、まあ、おしゃべりしたいとかっていうことで来てくれはると思うんですけども、おじさんからしてもね、言ったら、絶対にこう、会う、わけがないっていう、まあ、新しい、視点と言いますか、自分が YouTube やってなかったら、絶対、接点がなかっただろうっていう人たちとですね、直にお会いして喋るっていうのは、すごい刺激的なことだし、貴重なことだと思ってるんですよ。まあ、もちろん、なんか当事者間でのトラブルとかがね、ゼロじゃないとは思うんです。だけど、そうやって会ってお話す。まあ、だからトラブル防止のために一応、お昼にね、いろいろ会って、どうのこうのっていうのをするっていうのは、まあ、一応、セルフ、回避といいんですかね。そういうトラブル回避のために、まあ、お昼、夕方ぐらいを中心に会うということはしてるんですけれども、僕にとっても結構刺激的だし、楽しい時間ですし、あとはまあ、自分に会いに来てくれるんだっていうところで、自分の価値を再確認できる、ところ、まあ言った時間であったりもするんでですね、こういう時間ってやっぱ大事にしたいなと思っております。別に人数が増えようが、はい。まあだからこそ、オフ会も少人数でやるようにしてますしと、というようなところで、まあわかんないですよ。将来的にはどうなるかわかんないですけども、今日現在、今この時点ではそういうふうに思ってますし、そういう形で、まあ謙虚な気持ちで、会いに来てくれてありがとうございますということで、やれたらなと思ってございます。はい。まあ、言ったら、ライブ配信ではちょっと話せない内容であったりとか、まあ、個人のプライベートなこともお互いにお話ししたりとかですね、することによって、やっぱりそのバックグラウンドが皆さん、違うじゃないですか。おのおの違うし、で、なんかそういう話も興味深い、ですしと。おいうようなところであったりとか、まあ、なんか今後チャンネルをどうしていくかとか、そんな建設的な話とか全然しないんですけども、でも、普段喋るのって言ったら家族と会社、関係ぐらいだと思うんですよね。で、あとまあ、友人とかもいるんですけども、友人もやっぱり大学時代ぐらいがやっぱマックス、ですと。まあ、なんていうんですかね、こう、社会的にいろんなところに顔出してっていう人であれば、今がマックスですっていう方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、とはいえですね、大体こう、結婚前ぐらいまでが、こう、言うた自分の人脈といいますか、人付き合いのマックスで、やっぱ結婚して子供ができて、家庭を持つとなると、どんどん疎遠になっていって、年賀状だけとか、だから連絡もつかへんとか、あるいはその転職しましたとか、で、連絡つかなくなったり、で、その、調子がいい人は調子がいい人で、また違うステージで頑張ってはるから、連絡取りにくいなっていう方もいらっしゃったり、まあ、僕みたいになんか病気でとかってなってしまったら、それはそれでまた連絡取りにくくなってしまったりっていうところで、まあ、出入りがね、で、その人のそのつながりの出入りもいろいろあったりするんで、
まあ、なかなか、まあ、特にまあ、僕なんか独身の、まあ、病んでるおじさんですから、なかなかその、人とのつながりっていうのがですね、増えるっていうことって難しいんですよね。で、それが YouTube を通してですね、まあ、ここまで広がってきて、で、皆さんから必要とされるっていうのはすごい嬉しいことですし、まあ、だから今後とも、こういうような、ことが、まあ、たくさん起きれば、多分自分の、その、日常が楽しくなるな、というふうに思っておりますので、まあ、もちろんね、生身の人間と会うっていうのって、ネット上でのこのやり取りの中では、なかなか勇気がいることだと思いますし、で、まあ、関東圏の方とかって、大阪まで行くのとか、そんな、まあ、言ったら、なんかの、まあまあ、たまたま今回の方も出張のついででっていうことで、お会いしに来てくれはったんですけども、だからそういう、ね、もう距離的なところもあるから、なかなかその、なんでわかんでもうまくいくわけでもないですし、なんですけども、まあ、なんかそういう機会があればね、まあ、直にお話ししていただいて、まあ、あんまりね、僕自身は、もう言うと画面の中と外あんま変わんないですねと。まあ、もちろんその、トーク内容の、言うとまあ、薄さとか、深さとか、そういうのはその違いますけども、まあ、見た感じのまんまでございますので、はい。またよろしかったら、遊んでやってください、おじさんと。はい。はい。っていうようなところでございまして、はい。プチオフ会機能しておりましたというところでございます。以上です。